島グルメ Q。 この企画はこのカゴの中の福島グルメの商品名を当てるという企画なんですね。そして当てることができたら私が食べることができるんです。ということで今日のキーワードをいただきます。ありがとうございます。ででん、父母、福島名産乳酸発酵野菜ということです。なんだろう、なんかちょっと健康そうな食べ物なのかなというイメージなんですが、まだ浮かんでないので会社の人に5分間ヒントをもらっていきたいと思います。いってきます。では今日はちょっと総務にお邪魔したいと思います。皆さんお忙しそうなんですが、すみません、お疲れ様です。はい、今少しお時間よろしいでしょうか。はい、今福島グルメ Q という企画をやっておりまして、はい、グルメを当てるんですけど、はい、まだこのヒントでは私はまだ当てられそうになくて、はい、イメージするものっていうのはありますでしょうか。あ、お父さんお母さん福島名産、はい、名産と、はい、なかなか難しいですね。難しいですよね。私も食べたことあるかな。ああ、食べたことあると思いますけどね。あ、本当ですか。ね、あ、もうピントは来てらっしゃるんです。大体。わあ、なんだろう。まあ野菜なんで、まあ、はい、野菜や漬物ですね、まあ。漬物。ええ、まあ漬物っていうか。漬物。ええ。この父母っていうのはどういう意味なんでしょうか。名称があるんですよ。例えば。はい。お父さんだと父ちゃんとか、母は母ちゃんとかって言うじゃないですか。父ちゃんなんとかって、そう、え、なんだろう。なんとかがわからないですね。え、父ちゃんつけもない、まあ、まあ、ぴったりぴったり。本当ですか。まあ、父ちゃん漬けとか、お、父ちゃん漬け、母ちゃん漬けとか、まあ、福島なんとか漬け、なんとか漬けって、両親漬け、親漬け、まあ、ペアレンツ漬けなんだろう。分かんなくなってきました。私の答え言っちゃダメなんですね。ヒントなんです。あヒントまでなんです。なんだろう、季節感ある名前ですね。昆布漬け、まあ、秋にこう関係した名前っていうか、紅葉漬け、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。多分5分で到達したと思います。 ありがとうございました。失礼します。わかりました。もう素晴らしいヒントを今回もいただきました。はい、私が出した答えはこちら、福島紅葉漬けです。さて、カゴをオープン。じゅるーん、お、え、なんかちょっと違くないですか。福島霊山漬けです。外れてしまったんですが、特別にいただきたいと思います。じゃあ開けます。こちら、もうすごい結構大きいんですね、一つ一つが。漬物大好きなので、ちょっと外したのは悔しいんですが。あ、もういい匂いがする。よいしょ。おー、すごい、ゴロ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 。このぐらいでいいかな。じゃじゃーん、福島霊山漬けでございます。はい、では特別に、うん、あ、美味しい。あ、なんか普通の漬物よりも酸っぱすぎず、福島霊山漬けです。うん、正解メモが届きましたので読みますね。福島市の森藤食品の霊山漬け、有名で元祖となるのが母ちゃん漬けと父ちゃん漬け。あ、さっきはそういうことがあって父母っていうヒントがあったんですね。中でも母ちゃん漬けは福島県産のキュウリを
じっくり乳酸発酵させ、天然のリンゴ果汁でまろやかに仕上げた優しい味わいの醤油漬けです。お茶受けとしてそのままいただけますということなんですよね。いただきます。食べ応えバッチリです。